へいよーケンツムッシュー。じゃあ今日もですね、これやっていくんですけども、最近ですね、ケンツムッシュちょっと変わってですね、このね、高回転のドリルウォールブレーカーを使うようになったんですけども、気づいたんよ、ウォールブレーカーってマジ強くね。こいつ2コストで何ダメージ与えるか知ってます？正解はですね、これね、1000ダメージ与えます。1匹519なんで、2体で1038ですね、といったところで、まあ、トーナメントレベルでも、まあ、784与えるよといったところで、まあ、基本的にね、無視すると2コスでこれ両方入るんだけど、この火力がね、どんくらいかっていうと、ホグライダー2発より大きいんですよ。ホグ2発半ぐらいある。そう、ホグ2発半っすね。そんくらいあるの火力、やばくない？ホグ2発半ってさ、めっちゃ入るんよ。それも2コストでできるって、ウォールブレイクやべえなといったところでね、今日使ってくんだけど、他にいるかな、低コストでめっちゃ火力出るカードって、なんだろう。ウォールブレーカーみたいな、ああいう単体で無視した時だね。まあ、ロイホグとかも結構5コスで出るのかな。まあ、スケバルとかも一応そうなるか。ただ、スケバルとかと比べて、ダメージの入り方の、なんか、入りやすさが全然違うからね。ということで、ちょっとね、前シーズングローバル1位の人も使ってた、このね、まあ、ドリルとウォールブレーカーと組み合わせ自体なんだけども、今ね、このグローバル大会が来てるといったところで、なんかね、20着やってから結構ね、今シーズン頑張りたい欲が出てきたので、グローバル大会をね、こう珍しくちょっと回していこうかなと思います。ウォールブレーカーマジでこいつやべえ。セパレートもいけるし、そうセパレートもいけるしみたいな。でこれであれだって傍ら入ったの結構でかいっしょ。さあこれはスキル使ってあげて、なんとか吹き延命したいな。できる？頼むぞ。 OK 処理した。まあメガナイト切ってるから、まあ、ドリルこっち飛ばして、まあ、インフェとかでホグを受けたいね。まあ、これはウッドでいいでしょう。さあこのドリルとウォールブレイカーはやっぱね、こうまあセットで出すのも強いんだけど、ちょっと分けて出すのもね結構強い。さあこれインフェルノタワーで処理してあげましょう。さあここ結構、はい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 、でウォールブレーカーでこれ釣りつつ、でこの釣りも強くない？でこれ入ったらこれホグライダー2発半です。やばいよねこれ。ホグ2発半って考えたらマジで やばいよ。ホグだって一発でもさ入ったらさ、まあ、出す価値があるじゃないです か。それがねマジで変わる。さあこれ5いきましょう。大抵メガナイト、ロケット砲士、あとゴブリンバレルなんで、一応これでね、うん、出しつつ、まあスケキンで受けてあげて、吹き矢でこれ無理か。うん、じゃあこうですね。はい、こんな感じで受けてあげて、まあこれはね、はい、これで受けてあげればまあ大丈夫でしょう。キングギドはできず、まあまあいいですわ。で相手がいい、これスケバラだな。さあ5使ってあげて、まあ、ナイトと、あーまあもろもろいるって感じか。メガナイト出してからまだ回ってないんで、これドリルウォールブレーカーいきましょう。ドリル出してちょっとワンテンポ待ってからこのウォールブレーカー出すと、まあなんかどっちも刺さる可能性が結構あったりすると。今回はメガナイトで間に合わせてきた。さあここはいいぞ、吹き矢ゴブリン出してあげて、さあここはちょっとね盛大な許容からのいきましょう。5まで行きたいなこれ。さあそして、あー使えないかスキルは。まあこれミニペ入んないでしょ。 OKOKOK。 さあインフェで受けつつ、メガナイト来たらちょっとめんどくさい。うん、さあこれスケブで受けてあげて、ちょっと盾の選手とかにね対して、はい、ケアしつつ、これドリルこっち行きましょう。両サイね振っていきたい。さてと、出しつつ、キングギドできてるから放置でくて、さあファイアーボール、これいいね、ファイアーボールで。さあウッドも使いながらドリル、ウォールブレーカーまでいきましょう。これ許容ですね、バレルは。 OK。 さあバレル入るか。あー入んねえか。あーまあこれスキルも使わなくていいな、メガナイトにどうせ処理されるだけなんで。うん、
さあドリル出してインフェで受けつつ、さスケルトン部隊でカバーもしつつ、オッケーオッケー、ダメージいい感じに受けられたけどね。いやー、両サイ振ってもいいんだけど、まあシンプルに受けつつでここはいけそうではある。さあスケルトンキング出して、はい、ファイアボールも構えてスケバリに打ちたい。これね、スケバリに多分打つの正解で、でここでウッドでウォールブレーカーとかで一応受けつつ、うん、オッケーオッケーオッケー、ドリルも刺さってると。でインフェで、あーこれ入るね、ウォールブレーカー2発入る。いいよ、おいしいおいしい。こうなったら両サイ行きたいね。オッケーオッケー、でウォールブレーカーも出してあげて、スキルも解放。これがやっぱ強いよね。さあそしてドリルも飛ばして、もう一回ウォールブレーカー入れていったところでグッドゲーム。このデッキね、マジで強い。使って思ったけど、なんだろうな、ドリルとウォールブレーカーをセットで飛ばすことを考えるんじゃなくて、分けて出すとずっと攻めることができて結構おすすめ。まあスケキンのとこね、バルキーとかっていう形もあるんだけど、今だとこのスケキン型の方が、まあ、個人的にはなんか攻めやすくて楽しいな。さあいつどうしよっかな。吹き矢出してあげて、はいはいはい、これまあスケキンで抑えられる。 OK、 なるほどね。まあドリル出すかこれで。ここはなんか微妙なんで、まだ、まあ、スキルだけ使っといてあげて、相手はウッドも使ってこないね。インフェが強いなこれ今回。さあインフェが強いんで、インフェ出しつつ、一応ウォールブレーカー延命したいで、ここスケルトン部隊で守ってあげると。こうすると、まあ、8枚アチェクイとか来た時に、まあちょっとこのインフェがね役に立つよねっていう話になりますね。オッケーオッケー、まあどうせ固めで出してもスケに完封されるだけなんで、まあこんな感じでいいかなっていう。ファイボ出すかなこれ。いや吹き矢でね一方的にしばけるから、それをねこう実践したいんだけど、さあこれは残念。これは、しっかり範囲攻撃入れてあげて処理していく必要がありますよと。でウォールブレーカーウッドでも一応ドリルは完封できるんで、まあ、それをちょっと実践しようかな。ドリル出して相手は受けから、はいはいはい、ちょっと入りそう。だいぶ入るね。おいしいおいしい。さあドリル来るか、まだ来ない。これインフェのタワーから行きましょう。インフェタワー圧着いかな。なるほど、まあ、これはドリルで、ちょっとこれしつつ、さあこれで受けて、うん、オッケーオッケーオッケー。これ延命したいな。オッケーいいよ。でスキル右側使って、ウォールブレーカーも右かな。ウッド相手左に使いたいはずだから、お、それ使ったらこれも左入るね。オッケーオッケー。さあホグの、なんだっけ、あの 2.5 発か、 2.5 発も右側には入ってってグッドゲームといったところですね。オーケー、強え。マジでこのデッキは全カード強え。こういう今の環境も踏まえてね、あのカードランキングつけたやつね、動画昨日みかんさんと撮ったんですよ。あのスマッシュログ TV みたいな動画をね撮ったので、またねあの上げるのを楽しみにしてください。今編集中です。はい、さあということでガンガンいきますよ。さあグローバル大会で20勝無敗したいな。さあまずスケブゴーストってことはね、疑いたいよね、あの最強デッキを。今環境でずっといる巨スケミラーのあのデッキを。でもあのデッキの弱点ってインフェなんだよね。あーぽいね、ぽいですわこれは。マサネクケアしないといけなくて、はい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 、
まあ、ウッドだけかな。うん。さあ、これはセパレウォールブレーカーで。で、インフェ出して。これ、延命したいね。で、相手、マザネク切ってるんで。ここでこういう動きをしてあげると、あとトリトンぐらいしかいなくて、で、このゴーストはインフェで回収できるんよ。そうで、矢の雨切った後だから刺さると。で、まあこのゴーストはちょっと許容。オッケーオッケー。で、こうロイフグ来ても5打てば OK で、まあここは吹き矢ゴブリンだけで守れるかな。で、ここで、多分、なんかガーッと攻めてマザネクとかに回収されるのが一番渋いから、ここはちょっと虫気味でいい。さあ、ウッドで守ってあげつつ、さあ、ウォールブレーカー。結構このね、キョスケミガに強いから、これホグ2発半、ごちそうさまでーすって感じ。さあ、スケキン出てきて、で、こういう相手のデッキみたいなやつに、やっぱ、入るね、ウォールブレーカーは。ホグ2発半はやばいからね。出し毒すぎてやばい。これは多分マザネク出したそう。ファイヤーボール使って、ウッドはいらないな。なるほど、ヤナメかなこれは。はい、そうですね。さあ、ここはしっかりと守ってあげて、まあ、こっからはねもう防衛ファイボーとかで守っていけば OK なんで、もう気にせず。さあ、一応スキル解放して、ファイボで、ここだけ、はい、処理しとこうか。で、ウッド使って、多分もう一回かな。うん、そうだね。で、矢の雨まで打ちたいはずなんよ。打たせてから、スケブ回収。で、あと、まあ、マザネク8枚ワンチャンしかないんで、まあ、ファイボ構えとけば、このね、時間以外でも、持っていけるといったところで、今このね相手のデッキに強いっていうのもこのウォールブレーカーデッキのね一個押せる点として出しときますわ。はい。で、まあ、このデッキの弱点何かっていうと、あのウッドのところがねファイスピ型もあるんよね。で、ウッドにしないと枯渇がきつくて、でウッドにするとこのねコウモリがきつくて、そうだからゴレダクネにワンチャン初手ゲーで持ってかれたりだとか、あとはディガーのコウモリウォールブレーカー的なやつにボッコボコにされるから、そこがね結構20勝チャレンジの時は俺の敗北数になってたね。そう、さあスキル使うか。倒したらねやっぱ嬉しいからね。さあ、これはドリグだけで一旦放置、様子見だね。なんかドリグボールブレーカーを1枚の防衛施設プラスなんかで受けられるとやっぱ結構渋かったりするから、そこをねこうケアするのが大事。これね結構端前プリンセスバリルが来そうではある。うん、そうよね。まあファイボー受けてもいいんだけど、まあバリルで受けれるっしょっていう、まあプリンセス来ても吹き矢で処理すればいいからっていうやつです。ギャング切ったしセパレボールブレーカー、さあこれ一発ずつやるのでもめっちゃ美味しいからね。ホグ一発分はあるからね。手札回しで入るのはやばい。それで、これは吹き矢の方にウッド使わせたくないんで、まあまあこんな感じで、で多分ギャングが来るから OK。 ここねしっかり処理してあげて、ここでスキル解放、これはだいぶ刺さる。よし、完璧だね。さあ、プリンセスが残っちゃったけど、まああいつは危険度で言うとまあまだまだ先だから、こいつ先に処理してから考えましょう。ファイボでもいいんだけど、まあもうインフェでここがっちり固めといて OK だね。まあ今みたいな感じで、はい、持ってけばやっぱボールブレイカー2個捨ての圧力がね半端じゃないからね。まあ多分前バレルとかになってくんのかな相手なので、ここはファイボで防衛でいいでしょう。いや、
ウッドが間に合うわ。はい、オッケー。さあ、まあ、一応3クラウン見とくか。いいよ。まあ、スキル使っといて、インフェで端前プリンを無効か、ローリングッドで処理、まあ相手のワンチャンのギャングとか追加のとこにもファイボーみたいな。オッケー。で、スケブで前バレルウッド誘っといて、スキキンで前処理させるとかね。まあそんなこんなで、負け筋は切ってグッドゲームといったところでございますと。まあウッド型だとこれができるのがね、結構いいかなっていうところ。まあ、大事なのは、同サイドぶっぱじゃなくて、両サイド分けるっていうのがね、やっぱウォールブレイカーデッキの強みではあるから。そう、なんかね、麦とか雷キが 2.0 ウォールブレイカーでさ、こう20勝チャレンジクリアしてたじゃん。もちろん本人の上手さとかもあるけど、ウォールブレイカーがやっぱ攻めとね、守りですごい優秀なカードだからこそ、ああいう超高回転もやっぱ成り立ってくるっていうね、部分があるから、そこも一個ね、面白さの一つだね。さあ、枯渇2連続来たな。序盤耐えるのマジ大事、これ。結構カウンターでね、食らうときあるから、ドリル飛ばしてバルキリー来てとかね、結構あるからね。これもね、シンプルにウッドで、はい、受けから1回入りましょう。ファイボもあるし、こっちは守りで。まあ、スケキン出して、ファイボでバルグ守りたい。うん。これはスケブ読みですね、相手。なので、これ出してあげると、まあおそらくギャングで受けてくるよね。ああなるほど、ウィザードね。これは多分考えなくていいやつ。吹き矢でいい感じに受けてあげて、これ多分ギャングとかで受けてくるから、もうウッド転がしといて、オッケーオッケー、ホグ2発半ぶっこんどいてって感じかな。でまあスケブでバレグ守っといて、まあキュッ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 うまく刺されば爆破でボカーンと持っていけるみたいな。まあ飛ばさなくてもいい、うん、飛ばしてもいい。でこれまあ相手も多分プリン来るんで、バレル来たら、はい読みます。 OK。 そしたらもうね、あとはねファイボとかでまあウィザード処理しつつかな。ギャングとかでそれ処理してくんのかな。まあ、ファイボでじゃあギャング飛ばしに行ってあげてみたいな。オッケーオッケー。さあ、ウッド流してあげて。これちょっと怪しいから。まあ、バレル自体はこれで守ってあげて。あとはもう決めに行くか。うん。まあ、時間的に。間に合いませんよといったところで、グッドゲームと。いいね、やっぱ結構ウォールブレイカー自体はウォールブレイカーに対して強いカードとか、まあ、相手が何で守るかさえ分かってればぶっ刺さるからね。うん、今んとこ結構いい感じになって、 1,2,3,4,5 かな。うん、ということでラストいきましょうか。ちょっとね、今シーズンこのデッキをマルチで使いたいなって部分もあるんだけど、神技デッキとかね、まあ、結構誘ってくるけど、まあ多分ミラーロイホグがね、結構対策されてくると思うんで、環境的に。そう、だからそこがどうなのかなっていう部分はある。さあ、ドリル飛ばしてあげて、芝ウッド。いや、これ怖いよ。今んとこ、やばいことしてる、俺。当てちゃいけないカードしか当ててないから。そうだね、ここあぶねあぶねあぶね。まあここはあいつマジックアーチャー無視することで
罪を償っていきます。まあ、これはスキルも使ってこの有能を倒しきりたい。 OK、 そしたらウォールブレーカーでちょっと受けてあげて、 OK、 一発。いやーちょっと渋いな今んとこ。 OK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 、 逆サイドな、一回振らないと。うん、マジアチャで許容。まあ、ファイボで右側守るとして左はインフェで守りたいんよね。さあこうかな。ザップ打ったとしても OKOK。 さあ両サイ許容で一旦帰ってきました、この世界に。さあインフェ使ってあげて、ここはちょっとね、まあ、渋いこのインフェは。で多分相手ペッカから来るから、ここはもう秒でドリルウォールブレーカー、まあ、これが相手がねその受けづらい形だからね。うん、でここの相手の、まあ、このマジックアーチャーがすごい嫌だ。さあザップ作るか。さあここは打ち漏らしが嬉しい、助かった。まあウォールブレーカー継ぎしなくて済んだって感じかな。さっさとサイクルね入れさえすれば結構持っていけるんだけど、ちょっと今んとこ微妙だね。はいはいはい。さあちょっとここウォールブレーカー出しつつザップ打たれる。 OK、 危ない危ない。結構ね秒で反応してもね厳しい部分あるから。さあインフェ、で吹き矢、さあだいぶ怪しい。ただこっちも削れてるからね。スケキンこっち持ってって一回攻めたい。 OK、 これ結構いい攻め。スキル使えない。 OKOK、 やべリグゲがね。セーフ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 。マジアチャいいよ。あっぶな。ということでだいぶ相手のペッカ工場もうまかったな。あぶねえ。まあまあこれはねもっと楽に勝てる気がする。うん、まあなんですけど、いい感じに10勝無敗といったところで、ぜひですねこのウォールブレーカーマジで強い、本当に強くて、特に今流行ってるこのねキョスケロイホグに対してはインフェが主に無双できるんで、ぜひ使ってみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。おすすめしまいばい、またねー。